かゼロやん、素敵すぎるって。おお、あ、矢野さん行くんやね、広島。そうなんや。時間かな。そうか、うん、いいね。気をつけてね、うん、バンバン撮ってアップしてもらったらいい。わさみすぐ音がする。もう犬猫とかやってくれなくなるんだろうなって。そうだね。今一番やりたいってなったら何？メロ？何？うん、何が好き？何かな。覚えたては夢色やね。でも夢色ね、ちょっと声が高いから出ない。でもなんかでもソロ歌ってんじゃん、うん、みんなそれぞれ。いやちょっと高いんだよね。だから裏返ることがね、レッスンの時本当に爆笑しちゃった。裏返りすぎてさ全部音外しとったけど。やだ。振られたピーチティさん、お疲れーって。ありがとう。ゆうやさんこんばんは。意外と30分あっという間に終わりよって。そんなもんな。あのおしゃべり好きな人はいいよね。うん、どんどん。さっきだったら無理かもしれない。もう笑ってからあれね。最近どうですかって聞かれたけど、もし本当や、ね、話題が。えさきちゃん卒業するの、カッピに続いて。違うか。違うよ。昨日も何回か言われた。奈良さん、お疲れ。来てくれ。ありがとう。お疲れ。関東終わってなかった。あ、全然大丈夫よ。3分3500円だから。あ、5分やった、うん、意外と安いかなってか、服が決まらないよ、うん、どうしよう、さきちゃん。うん、ここはアイドルっぽく、うん、ひらひらって感じで言ったら。え、かぼちゃんが、うん、卒業寂しいねって。本当？大丈夫だよ、顔は変わらないから。さきちゃん独占会10秒なのって。ね、10秒撮影特典、え、10秒動画、10秒動画券、動画かデジショか選べたりするよね。うん、予約してくれた特典、特典が、ね、AKB グループ CD1 枚で5秒くらいじゃないって。え、 CD を1枚買うと5秒はするん。5秒はちょっと短いな。うん、まず卒業して1年以上経ったのに、握手会の時のこととか名前とか覚えててくれて嬉しかった。さっきと物販で話したことないです。ありますね、何回も。物販とか行ったことない。来てくれたよ。なんだい、忘れた。この二人は、うん、聞いたよ。たっちゃん、やっほー。来てくれ、ありがとう。ズキュン。さきちゃん、最近ツンデレだから話せないんだもんって。そんなことないよ。岡本さん、ズキューン。来てくれ、ありがとう。チャイモのチカちゃんとビデオ通話したことあるけど、めっちゃ緊張して何喋ったか覚えてない。そうなんや。結構いい、すごい、いいの、チカちゃんと緊張して、なんか大人やけん落ち着いて話してくれそうね。いいな、楽しそう。ね、酒も話したいな。頭真っ白になるよね。人見知りすぎていつもぼっちです。酒もです。ないね。岡本優さん、ズキューン。ズキューン。チョコタン、それな。あれ、明日は仕事だから記念日配信だったらどうしようって思ってた。
映画とかに入ってそう。よく探して。服も決まらない、お化粧もまだしてない、うん、なのに先にビール飲んでないか。よし、これでうまく話せる。ああ、酔いが回っていいかも。ちょうどね、ほろ酔い気分でね。いいね。卒業して顔が変わったらびっくりするやん。そうやね、口の形とか変わりそう。中学生になるとピンクのマーメイドみたいにときめくのかな。ときめいて。CD1 枚に10秒だよ。昔50枚とかかってた。50枚じゃあ50秒え50秒え5分。1枚で10秒だよ。50秒6枚で1分。じゃあ500え分かんない。計算がやばい。 AKB48 のツーショット写メ撮ったことがあるよ。すごい。ヨさんもオカピーも反抗期ですねって。そうですね。遅い反抗期来ましたね。あ、776日だよってヒロさん、ありがとう。じゃあ明日で770、間違いないね。やっぱりカウント途中で止まるわ。あ、それあパソコン、あ、あれかな、スッコーかな。あ、ね、6で止まるんだけど。6止まるよね。10秒動画系30枚ほどあったら 1曲分になるかな。さきちゃんに1曲歌ってもらいたい。いいよ。レーレー私、レーレー私できない。これやったら歌える。チョコタン、さきが反抗期です。私は慣れてきて喋ってないだけ。書いといてね、書いといてってね。そうですね。プリントさん、こんにちはって言って、ありがとう。仕事忙しすぎて頭が真っ白になりましたって。あ、お疲れ。お疲れ。振られた PGT さん、お疲れ、ね、今週でも火曜日間が休みやったらちょっと早く感じね。あの木曜日が休みが一番いいな。そう、一番好きな木曜やけど、うん、水曜日の後が休みっていうのがさ、はいはいはい、めっちゃいいよね。水曜日ね、どうしても遅くなるんだよね。レッスン終わって帰ったら10時前やもんね。そっからお風呂入ってご飯食べる。確かにね。俺も浴びたいって。どうぞ。風邪ひく。みやさん、こんばんは。こんばんは。風邪、花粉って。花粉、もう鼻がむずむずして。どうしようか。いや、あのね、レッスンの時さ、こうやってさ、目がかゆすぎてこうやっとったんや。うん。で、こうやりよって、何やったっけな。何やったっけな。なんか、先生が何々持っとんって言って、うん、あ、持っとる。あ、目薬。うん。目薬をいつも持ってるよって言って、あ、作業も持ってるって言った時、こうやってさ、みんなの方向いて。そしたらみんなが一斉に笑い出したっていうね。変顔ね。さあ、いつ行けるかなって。今でしょ。古いね。いいね。好き来てる。山根のジャンガジャンガさん、こんばんは。ジャガジャガにしか見えん。遠くから見たら。おひな様の格好をして踊るって。踊れるからこれでしょ、着物系ね。やばい、めっちゃひらひらよ。おひなさま台湾ライブ。台湾に行くの。さっきあやなちゃんが自分の鼻を洗濯ハサミで挟んでて花粉症にいいかもと思った。そうなの。え、あやな花粉症じゃないよね。え、あんまり聞かんね。そうだか。へえー、鼻を押さえるといい。なんのあれ、あやな洗濯ハサミ。めっちゃ痛くない？痛いよね、あとついて。そう、面白いね。今さっきのさきちゃんのお帰り永久保存だ。永久保存。ドゥ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 。知ってる。ただいま、さきちゃん、僕は目かけるようになった。あれ、さっき書いとったよ。そうだよ、消しちゃった。ちょっと待ってよ。こうやって、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 ごめんなさい。
表のサッシーとの写真もあるよって、あ、それはもう自慢げに何度も見させてもらったの。はい、どう、合ってる、うん、無に口ね、うん、すわーい。影丸さん、ハートのグッズありがとう。ハートの中に入ったよ。はい、ハートの、はい、ありがとう。ありがとう、ワッペンさん、50カウントしてる。飛び出してジャンプしてさ、あー、いい子を追うよ、ワッペンさん、ジャンプ、グッズフルありがとう。大分、これ読んだ、うん、3年前 AKB48 の CD 600万そんなに、すごい、何が入っとって、握手券とか、握手とか同じのやつ、それどうする、全部聞くんじゃない、同じやけどね、うん、全自動しちゃつめでできてるけど集めるの遅いわって、あれなんか調子悪いね、やっぱり。ロールケーキ屋さん、こんばんは、今日誕生日です、わー、おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアロールケーキ屋さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう、今日はじゃロールケーキでお祝いよね。そうね、ロールケーキ言おうとしてたのに。あ、ごめん。もうごめんごめん、ロールケーキたくさん召し上がってください。ろうそく何本かな、うーん、何本だろう。自足、ちょっと待って、自定アイドル、うん、現場行ってた、行ったらもう地上には上がれへんわって。そうやの。上がれんかった、あの地下アイドルってなんかちょっとよくわからん。地下に住んでいるアイドル。地元のってこと、くせ、うん、全然違う、ちょっとダメ、ちょっと席が、さっちゃんともビデオ電話したいな、何話してくれる、そうだね、コナン君のこと永遠に語ろうか。そんなアイドル嫌だ。自分のこと話して終わり。じゃあ、ありがとうございました。嫌だ、おけいさん、アバター可愛いねって、ありがとうございます。え、おけいさんのも可愛いよ、これ、ない、うん、すごい手が込んどる、すごこのアバターはね、チョコタンさんが描いてくれましたよ。はい、すごく可愛いんです、うまくて、ほら、ワッペンさん、それなって、アイナちゃん、ナウイ髪飾りしてたよ、ナウイ洗濯バサミの。ナウイってなん、今言わんけど、なんて、おしゃれ、なんて、ナウイ通じんかったよ、高谷さん。来週ゲイさんと名古屋行ってくる、名古屋会行ってくるわ、いいなー、あー、いいじゃん、行ってらっしゃい、ほんと、あんちゃん花粉症じゃない、ないって言ってた。あ、そうなんや、なんで話しまんないやろ。ちょっと遅い、なんかあったけんやろ。だからなーい、なーい、ほら、どっちがうまい、こっちがお母さん、おめでとうって書かない。あ、ほんとや、ロールケーキばっかり気にしよう。北海道には、え、待って待って、500円で2分交流できる現場があるけど、1000円10秒とか、絶対行きたくないなって。10秒は1000円ちょっと高いね。先ほど、スコスコツールから報告がありまして、オンラインブルームを開く機能を削除したという報告。なんだろう、難しすぎて分からん。おめでとう、おもてなしみたいな。おめでとう、リエさん、リエさん来てくれたよ。おはよう、さきちゃん、鼻やばい、ぐねぐねや。そう、骨がないって言われる。え、そうなん、ごつむる、いや、なんか優雅に、うん、こう鼻つぶして、うん、やばいねって、うん、ここがほら、そう、なんかあれじゃない、親指とかもさ、ふにゃふにゃやしさ、骨がないんやない、新しい発見やね。5年前突然花粉症出て鼻水の薬でも飲んだら超眠くなって運転中気絶するんだった。運転中は危ない、でもなんかちょっと眠くなるよね、花粉症の時あんまり飲ましたくなくてから、飲んだことないけど、いや、あ、そうか、去年そんなひどくなかった、ね、
終わりかなって。じゃあ遊んでくる。もうちょっとしようよ。じゃあ40分。あやちゃん、洗濯はハサミで挟んで痛いのが好きなのって聞いたよ。そしたらなんて、好きって。猫が違うで、でんじゃないよ。ああ、そっちね。こっち。あ、そんな感じね。キュンです。キュンです。猫飴さんなのに犬なのにね。ケンチペレさん、おめでとう。ありがとうございます。俺、家にまだたくさんCD あって無料であげまくってる。そうなの、無料でくれるんだ。それもらったよね。え、メンバーもらったよね。本当や。誕生日おめでとうございます、ロールケーキ屋さん。ねえ、おめでとう、おめでとうって同じコメントが続いてみた、うん、おめでとうってみんなから、おめでとうって、プチュチーハッピーバースデー。イエーイ。なん28分ありがとう。地下アイドルは定期ライブやったら10人以上は集まるけど、指定は対バンで1人とかあるで。ソロの人とか。俺も現場行って1人やったことあるで。え、パッペンさんがやったことあるよ、ライブ。すごい。そんな感じ。パッペンさんが料理研究さんがオンラインルームを開く機能を停止した理由はライバーとの出会いの機会が減ってし、ああ言ってたね。言ってた言ってた。うん。ちくわ？違うよ、ロールケーキ。福岡でのスパティオのライブがあった時、パトカーが来てみんなをジロジロ。何かあったのかって思ったら、CD をたくさん山に捨てた人がいて、ライブに来てくれるという情報があったらしい。その人は後で通報されたよ。あ、逮捕されたよ。悪いことはできないね。うん。それチワワ？チワワはやばい。耳が生えてる。それナルトじゃない。もうみんなやばい。伊達巻き、伊達巻き卵なわけないじゃん。ちくわぶって、あ、まあちくわぶに似てる。よしおさん、こんばんは。お母さん、こんばんは。はい、こんばんは。おめでとう。オクトパス、これおでんに入れたら美味しそう。甘いよ。甘い甘い。え、どうやったらロールケーキみたいな、上に飾りだったらいいかったかも。あ、いちごとか。あ、分かった、さっき。うん、こうね、なんかいいの思いついた。うん、難波と本町へお出かけしましたって。おめでとう。今日もお出かけやね。今日雨じゃなかった？吉野さん、上の方はどうなんだろう。ちょこったふにゃふにゃさきちゃう。親指はできるぞこれ。なんかクリスマスにあるね、あの切り株のロールケーキ。うんうんうん。なんて言うんだっけ、なんか言うよね。30分、車で30分経過、家から出ない。ごめんね。いや、家の前なんよ。家入りたい。10分伸びた。今日のランチは難波にある洋食レストラン重定でハンバーグステーキを食べました。いいな、ハンバーグステーキ。さきちゃん、ふにゃふにゃなら新体操できるんちゃう。いやー、なんかね、最近さ、こうブリッジ、あ、ブリッジじゃない、こう足と頭をくっつけるやつあるやん。あれね、最初さっきここぐらいまで足がさグリアってきよったんやけどさ、今さ全然届かん。え、ほんと硬くなるのかな、ここが、腰がね。